ウシオ TV。 これ来てありがとうございます。はい、お、まあまあいいぞ。まあまあよかった。まあまあいい。ただいまーす。お、角開いてるじゃねえか。どっちだ、ファンキーか。よし、なんか昨日見るからに良さそうだ。あーいいね、これ昨日据え置きだったら楽しだな。よし、いいの撮れた。おはようございます。ウシオ TV 出すわらび天編です。2月5日でございます。去年の10月11月ぐらいから始まったのかな。もう 4、5 回来てる状況でございまして、まあ安定はしてますよね。前回も結果勝ってるし、毎回毎回それなりに勝負になって、うん、結果まあ収支的にもプラスではあるんじゃないかな。定まで、ね、1300枚ぐらい買ってます。なんですけど、朝座った台でおそらく最後まで完走みたいなことがね、ほとんどなかったんじゃないかなと思うんですよね。1回目が座ったかな。まあ何しろ勝負になってる割にはきっちりならではな感じで勝ててないっていうのがね、一つ一点ありますんで、まあ今年、まあ年明けて、まあ今回2回目になりますけども、目指す方がそこかなと、うん、いう感じです。で前回もね、最後打ったらよくて結果プラスで終わりましたけど、で前半から中盤かなり苦戦したりとかっていう感じなんで、なんとかね、そろそろ綺麗にね、朝座った台で綺麗に出してっていう実践がしたいなという感じで今日も来たんですけども、並びがっていうか抽選で80ちょいぐらいかな。で飛び込みでも100人超えるようなスタートなんですよね。で今日も休み明けの土平日の月曜日なんですけど、まあちょうど前回の収録の直後ぐらいに店長変わりまして、でそこからだいぶ気入ってるようで、かなり期待していいんじゃないかという感じでございます。で抽選して19番ファンキージャグラー取れましたんで、今日こそはという感じでございます。ただ朝からかなり稼働が良好な状況ですんで、1台目スカルト今まで以上に厳しくなるんじゃないかっていう部分もあるんですけど、まあなんとかいい形でいい流れでここまで来てますんで、綺麗に勝ちたいという感じでございます。目標はもうそのただ1点でございます。実戦行ってまいります。はい、確かね、学校は聞かなかったと思うんだよね。うん、してない。まあ前日が何しろ7800Mで27-32、合算で132ってなってるんですけど、おそらくまあビッグがちょっと弱かった5、6、なんだったら6まであったんじゃないかなっていうね、感じですよね。まだ隣の隣がね、すごいじゃない。何？昨日祭りの雰囲気ですか。40-34。その隣も45-26。おかしいでしょ。でその隣が18-11だけど、そのまた隣が37-25。何事ですか？昨日前代だろズバリ。ただ一昨日も38-40とかさ、これファンキーだからね。ちょっとなんか回数のあり方が尋常じゃないというか、なんかもう朝から分かっててというか、ある程度もう確信を持ってね、人が打ってるような、なんかもうプロの仕事っぽいなんか履歴の台が多いですよね。ちょうど前回の収録の後、
店長が変わったんですよね、移動で。でじゃあその今度着任された店長がですね、その僕古い付き合いで、でこの間久しぶりにご挨拶させてもらった時に、いやもう盛り上げていきますよみたいなこと言ってたんですけど、このファンキーのこの一角見ただけでもなんかちょっとすごいよ。であとほら後ろミラクルなんか見てもさ、40の41、34の23、32の26とか、ちょっとね、相当な力の入れようなんじゃないかっていう、分かりやすいなんかその回数の上がり方してる台がね、至る所にある。隣の隣の前日40の34ももう3回目だよ。ういちょっと手こずったけど215。だいぶビリに近いんじゃないかって、これビリじゃねえのかな。まあいいけどね、8000円。いや、やっぱ周りね、ロケット気味な台があるんだよね、結構な勢いでね。まあ、俺が1回当てる間にトップがもう4回かな、2の2、3の1。半日しか打てないけど、これでも1日打ってれば、ね、5000枚オーバー、あるいは6000枚オーバーぐらいまで見えちゃうんじゃないかっていうようなね、こう突き抜けた実践ね。それが今年ないんだよ、少なくとも1月は1回もなかった。やっぱせいぜい1000枚から2000枚台前半ぐらいの範囲ね、1ヶ月通して収まっちゃいましたんで、まあまあ基本半日だからね、まあ、逆にまあ2000枚も出りゃ御の字だろうって話なんだけど、御の字ってかまあ上出来なんですけど、やっぱりねこう年がら年中ジャグラーとハナハナ打ってますんで、やっぱ月に1回ぐらいね、2500枚からやっぱ3、もう3000枚なかなか半日出すの難しいんだけど、ただねぐらいのやっぱね打ってる回数が打ってる回数だからね、まあ、そろそろいっぱいやってみたいもんだよね。だからそういう意味では今年まだ初日が出てないから、特にジャグラーの方が苦戦してるかな。別にそんな負けてるとかっていうわけでもないんだけど、割とこう終始こうね、もじ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 するような展開だったり、あとはまあ前半良くても後半失速してなんか割と普通なね、えそれこそ1000枚、1200、300枚みたいなので終わっちゃうとかっていうのがちょっと多いもんでね。いや今日はやってやったぜというようなのがね、そろそろ欲しいわけですよ。はい、53。ね、こうストレートで飲まれちゃったりしたらちょっと辛い状況だったから、まあいいや。ファンキー質のイメージ的にはまあそうね、ビッグ変更型のジャグラーですけど、案の定ね設定差はまあレギュラーの方が大きいですから、まあそこはねある程度ついてきてくれればそれはそれでだいぶ浮かせになると。ただまあ荒れるからね、ファンキーのボーナスは。おお、いいよ46。よし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 、これでちょいプラで、しょっぱなも若干
戦したけど、まあ、あとはいいよね今んとこね。ういうい、おーしょ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 、ビックビックの1ゲームねやりました。ほらついてるよ見ないとこは。あれ俺ファンキーのビッグ1ゲームね初めてかも。この声はちょっと初耳な気がする自分の代では。はい100ゲーム超えましたけど、まあまあまあ、土俵には立てたかなっていう感じではあるけどね。おい214、朝と同じぐらい。7、OK、まあ、やや笛かトントンかぐらいかな。この後肝心なのはここはちょっと軽く頑張ってもらいたいとこだよねというところで、綺麗にね持ち台も掘れるような台だったらやっぱね面白いことになるんじゃないかと思う。4-1で108分の1、93、速いのなかったが、で今まあレギュラーが1回でしょ。でそこがね場合によっちゃすげえ荒れるというのはまあ織り込み済みなんで、まあ、当たってるうちはとりあえずまあ続行なんですけど、曲がり間違ってここから全のまれとか食らうとちょっときついかなっていう。それこそじゃあまあレギュラーが跳ねたりとかでもすれば、ね、まあまあじゃあ出玉もう気にしないであとはもう回すだけってなるんだけど、まだまあやっぱそこまでいけてないからね。でまあ、結論ね、まあ、僕ほら花々もジャグラーもまあ同じぐらい打つんですけど、結論やっぱジャグラーの方が難しいかな。花の方が出玉が正直で、出玉が正直な分、まあ、いい台を捨てるっていうケースがまあ少なくて、まあ結果終始もやっぱそれなりに安定してくるっていうかな。それっぽいのさえ打っとけば、ジャグラの場合で、ね、やっぱねなんやかん捨てるんだよね、いいの打ってても。でまあ花々に比べるとやっぱまあ個性定義の安定感が、ね、若干劣る部分あるんで、まあコイン単価なんかにも影響してんだけど、影響してるというか起因してんだけど、まあね、遊びやすいのはね、ジャグラーと思いますよ。花々に比べるとやっぱ合算がちょっと軽いんで、全体通してね。手は出しやすいんだけど、じゃあ安定感、勝っても負けても安定感という意味では花々に軍配かな。まあまあ、これだ勝つときはね、別にもうどっちもどうでもいいんですよ。負けるときと、だからあと捨てちゃうとき、これがやっぱ問題で、まあ花々やっぱいい台だとなんとなく当たるんで、なんとなく当たるんでというか、こう出玉の部分でねそう大きくは滑んないんで、まあこういう持ちが良かったりとかっていうのがそれは影響してるのかなと思うけど、まあまあ一長一短ですけどね、どっちにもいい部分もあればね悪い部分もあって優劣はつけづらいんだけど、まあ東海圏とかあとまだが新潟とか233、そう今一部の地域を除いてはジャグラーの方が何がいいって設定状況がいいから、だという意味ではね市場動向的にジャグラーが上の部分も当然あったりとかなかったりとかで、
200ゲーム台前半が2回続きました。ただまあビッグで乗り切れてるんで体勢は変わらず、また早いのがなかった。隣の台がね俺と同じぐらいで800ゲーム待ってて、で2の1で人変わったんですよね。で人変わって速攻今2発当てて3の2になってんだけど、いや800ゲームで2打ちだったらまあそれはね、じゃあ次行こうかなってなるのもまあ全然わかるというか、むしろそれが普通なんじゃないかなと思うんだけど、ってやって東十条でマリブはファンキーの6を捨てたからね。やっぱね身内でねそういうことが起こるとね、やっぱ周りの台見せてもね、あれそこでやめるのちょっと早いんじゃないかなとか思うようになっちゃうよね。で案の定今即連2発で160分の1ぐらいに一応今合算になったけど、ね、逆にここでもう一発来ちゃったら今度構成的の合算になっちゃうから、だから本当1000ゲーム回ってないぐらいだともう一発二発のボーナスがあるかないかでね、本当確率がもうとんでもないアップダウンしますんで、だ左の台も まだ全然分かんないと思いますよ。162、ビッグによるね。これで一応ピークをちょっと超えるんだよ。レギュラーが上がってきてくれればっていう感じなんだけど、あとはね、サービスは100以内、70ゲーム。いや寄るね。しかしだいぶおじさんマジック気味な出し方だけど、ビッグ7回はトップ手段、ね、あとは化け。ただ4000枚出た時が半日でね、がちょうどほんとこんな感じ、ひたすらビッグばっかで、で2000ゲームぐらいまでね、こう割とファーッと2000枚ぐらいまで増えて、でもうそこからの1000ゲームがもうビッグバケこき混ぜて、ね、一気に2000枚ぐらいだったんだよね。そこからさらにで終わってまあ4000枚みたいな、7の1で127分の1、ね、ちょっと得体がしてないっていうかね、ちょっとファンキーならではな出方なんじゃないかと思うけど、ギリ183、ほんとビッグばっかなんだよな、まあ、箱いっとくか。一応まあこの台に関しては一応まあ据え置き狙いっていうことにまあ結果的になってんだよね。前日27の28で合算133だっけ。で据え置きに期待しつつ前日バケ先行でフィニッシュしちゃってるんで、でビッグによってちょっと出玉跳ねるような展開にちょっとそのまあ野暮なこと言うようだけど、今一応期待はしちゃうわけじゃない、心情的には。とまあ今のところは狙い通りではあるんだよね。ただまあ当日の出たに勝るものはないんで、このレギュラーが上がってこないこの感じにはまあそりゃ大なり小なり不安を感じてはいるんですけど、累計だったらね、昨日と今日合わせると今35の33、だいぶいい感じになってきたじゃねえかっていうことなんだけど、この台が昨日と、ね、設定が変わってないなんていう保証はどこにもないんで、
変わってたらそれはもう不安だよね、この先。まあこの際勝ち逃げできるぐらいのとこまではまあ来たんだけど、やっぱりできることならこの1台打ち切ってね、綺麗に勝ちたい。53、ようやく来たら2回目。ねえ、でこっからブーストがあったみたいに化けが連チャンしたりするからね。いやでも当たり方いいよね、全然はまんないし。127分の1、200ゲーム台前半っていうのが2回あったけど、その程度ね、深くはまんない代わりにここのとこ早いのが続かないからね。ちょっと頑張ろうぜって感じなんだけど、今どうだろう、1400枚ぐらいかな、持ち玉で1400枚弱ぐらいか。ねえ、倍出ねえかな、まあ。だから今129分の1でしょになだったんだけど、このペースで当てるのはそんな難しい話じゃないと思うんですよ。こんな何設定6の確率を、ね、大幅に超えてるとかそういう話じゃないんで全然。だからこのペースで当て続けて、かつこの BR の比率を守れれば半日終わった時に3000枚ぐらい流せるっていう ねそれはそれで全然 OK。 200いっちゃおうかな。186、深いのはやめてね。今レギュラーっていうね、ちょっと不安要素を書いてますんで、ちょっと不安になるようなね感じにだけはちょっとならないように。250となると当たってもビッグ1回分でもう帰ってこないんでね、このハマりを抜けた後が大事になってくるんだけどね。1668で馬券2だからね。まあぶっちゃけですよ、ここで勝ち逃げっていうのもまあ一つの手ではあるんだけど、ただこういう状況からね、レギュラーが V 字逆転してきた経験があるからね。お、ナイスお昼休憩じゃねえか。312、いや傷口浅い。このビッグ1回分飲まれたくないよね、どうやってもね。とりあえず早いのはなし。ただなんかね、もうこの後に呼んではね、なんかちょっと前代の線が見えてきたんだよね。隣4の4 12の8 13の4 17の10、怪しくねえすか。前代4、5郎ぐらいまでだったら全然予想してもバチ当たらないぐらいの上がり方しちゃってんだよね。まあ不安にはなるよね、まあ、変な話6でもこういうことになるっていうのは知ってんだけど、なることがあるって言った方がいいか。前代系に期待して打ち続けるか、僕もちょっとよそ見に行くか。ただアイムとかね、ダイス多いとこもね、結構な勢いで埋まってたからね、さっき見に行ったら、ね、なかなかまだ言っても2時だしね、そうそう2台は開かないんじゃないかっていう気もするんだけど、とおそらく朝低いとこから始まって、まあね、
当たんないしねえ、ハマってやめみたいな、大して待ってない状況でねとかみたいなのがポロポロ転がってるぐらいで、まあそうそういいのはね空いてないと思うんだけど、まあいいや、飲まれたらまあとりあえず見に行くだけ行ってみようか。まあなかったらまあもうちょい続行。はい、移動しました。移動したというかですね、行く先々によく来てくれる凄腕のお兄さんがですね、やんごとなき事情で帰らねばならないということで、やりますかと、やりましょう、やりますよ、そりゃこんないいの。2951ゲームで11-14、まあもうここまでレギュラー跳ねるとで6っていうよりも設定5寄りなんだけど、いやでもいいよね、全然いいよね、全然っていうかこんな喜んで打つよね。11-14で119分の1とかさ、もうこんだけね立派な履歴の台でもですよ、道中ほら493とかさ、やっぱハマることは全然あるんだよね。まあ、おわと対策いいんじゃない、で持ち玉で1000枚弱、ピークで1400枚ぐらいあったはずなんで、ファンキーでね、そこはやっぱ超えたい。これはもうね、確信を持って打てる台だと思いますんで、12-14でこれで114分の1。いやでもファンキーはこれ前代系やってんな、これ多分前四頃までは余裕で予想できるぐらいの上がり方ではある。結構ね毎回こっちのミラクルとかファンキーとかあたりはまあこうたまにでだいぶ寄せてきてんなというようなねことが過去にも何回かありましたんで、いいほどまあそんな長いねお付き合いじゃないですか、リニューアルしてからは。で設定投入のパターンがね、これいろんなパターンがおそらくあるんじゃないかというようなこれまでの経緯ですんで、あ列に寄せてきてんなとか、あ全体的にこう散らしてんなとかいろいろあるんで、ただまあいずれにしてもそういう過去全体系やったとかね、チラス系やったとかっていう前例がありますんで、まあそのいずれかの、まあそういろんなパターンがあるとっていうのを覚えておくだけでも全然違うよね。まあ結論、その日のその台の挙動っていうのを一番ね重視するんだけど、ただまあそのじゃあ過去全体系やったお店でそれが何だったらね、まあまあな頻度で列丸ごととか、あやってんなみたいなのを見てきてるとっていうことであれば、仮にじゃあちょっと自分の台の立ち上がりが若干微妙でも、じゃあ周り怪しいからもうちょいやってみようかつって粘ってみたら正解だったとか、要はねその前例とまあ照らし合わせることでですね、いい台を捨てるケースが減ればもうそれはそれで OK なんで、ね、っていうジャグラーなんか長いこと打ってると割とね、通えば通うほどやっぱそのお店での立ち回りっていうか、ね、駆け引きというか押すか引くかの判断というかがね、こういろいろこう過去のねその実績と積んできた経験と照らし合わせてね、いい方に転がり始めたりするんですよ。
まあ、そこがまあちょっと面白いところなんだけど、ああで今日ね過去高校こういうことがあったからそれになぞらえて粘ってみたら、あ正解だったとかね、もうそれやっぱある程度通ってるもんの有利な点だと思うんですよ。台を取って打ち始めるまでは、ね、横一線のスタートなんですけど、ね、いざ実戦が始まっちゃったら、ねまあ、一番はもうなんだったらその日の出来というか、まあ、引きっていうことはあんま使いたくないんだけど、ね、当たりを取れるか取れないかっていうのがまあそれはまあね出玉を考えたら主にそこに依存しちゃうわけなんだけど、じゃあそのいい台をね、掴むで掴んだ後捨てないっていう出玉以外の部分の、もっと言うとその立ち回りの根幹だよね、根っこの部分に関してはやっぱり、ね、そういう経験とか、うん、その状況の捉え方とか本当ね見た目だけじゃ分かんないですけど、分かんないですけどっていうかね、え答えにはたどり着けないんですけど、あこのぐらいの回数の上がり方だったら、あもう前代予想してもバチ当たんないなとかね、そういう部分もあるんで、いや本当ねジャグラーとか花々とか打ってると思いますけど、おいやっぱね経験っていうのもね大なり小なりねやっぱ勝敗に影響しますよそりゃ、うん、で本当侮れないなと思うけど、大のこと全然知らないねおじいちゃんとかおばあちゃんとか、ただ毎日打ってると、うん、なんかもうね肌感覚でねそういう常連さんとかがやってる動きとかとかみたいなのもね最近侮れないなと思うようになった、うん、これ皆さん経験あるんじゃないかと思うんですけど、例えばね総ゲーム数が1000ゲームでもう何8の5みたいな、要は突き抜けてペロッともう2000枚ぐらい出ちゃって、あれ当たりだなと思ってたらそれ打ってたおじいちゃんがひょっこりやめるわけですよ。でおそらくもうそのおじいちゃんはあこんだけ出たらもうしばらく出ねえだろうと思ってやめるわけたんだと思うんだよね。でうししし言いながらしめしめとかつってねその後打つじゃないですか、案の定出ないんだよねあれ不思議なんだよね本当。だからもう台に負けたんじゃなくてそのおじいちゃんに負けたと思うようにしてるけど、もうやっぱね長年やってるとねその辺の出玉推移みたいなのの予測みたいなのもねなんとなくこう体で覚えてんだろうね。でそれはね僕ももう長いですからジャグラーは初代から打ってますんで、だったらもっと前のねクリエイターとかねそのぐらいの頃から北選手とは付き合ってきてますんでね、まあ、なんとなくねあこれもぶっちゃけこっから先そうそう伸びねえよなとか思うわけそりゃ。だけどまあそうは言ってもさ一番大事なのはまあその設定で、で当たりは常に同じ確率で抽選してるとっていうんで、まあ当然そういう突き抜けたねいい台が開けばさ積極的に行くんだけど、意外と勝てないっていう、でそういう流れを読んでやめたであろうおじいちゃんあるいはおばあちゃんが打った後の台出され出し切られたっていうか
ねえコイン持って帰られちゃった台もう後から追っかけるとまんまと術中にはまるっていうね。いやー本当ねジャグラー花々の経験則じゃないけどだから本当沖さんとか沖ひかるさんとかと最近会ってないですけどたまにそういうジャグラーとか花々の話とかしてたら結構やっぱあ考えてること近いもあるなって思いましたもん。まあなんだろう俺麻雀はやんないんですけどその麻雀とかともだからパチンコパチスロもやっぱりねあいつするもあるのかなと思いますよね。ねプロの方とかでもよく聞くけどそのもう本当まあもう極論すれば数学もうそのロジックに忠実にというかこの確率の高い方高い方ね追っかける人もいればやっぱその流れとか感覚みたいなのをちょっとこう取り入れながらやる人もいると。まあパチスロに関してはねぶっちゃけ感覚動向っていうのとはね、全く別物だとは思うんですけどただねそれでもねなんだろうなやっぱその辺の感覚というか経験というかねが勝敗に及ぼす影響ってね存外ね小さくないと思うんですよ。追加47枚かな。いやそうじゃねえんだよ。6の重たい12の16で120分の1。まあまあこの後行きたいでしょ、ね、え係数銀の中に616枚あ重たい618枚なんでここハマっちゃうと致命傷になりかねないからね。ここは何としてもよ早いビッグ。うわ詰まった。分かってんね分かってんね。うわここはそういう台じゃねえんだけどな。5かな12の17 118分の1、ね、スーパーミラクルも、まあ、どっちかっつうとどっちかっつうとっていうか、まあ、ビッグ変更型の、ね、確率設計なんでこういう感じで供養することってあんまないんだけどね。おうギリギリつながった。ねえこの1月まあ1月が出たら今年年明けてからどうもね良さそうなジャグラーを打ってる時に苦戦する傾向がすごい強いんだよね。ねえ完璧なお膳立てで打ち始めてね正直まあ今日はもうこれもらったろと思ってやまなかったですけどちょっと雲行きが怪しい。いやーやべえこれ完全に全部飲まれる流れだ。ビッグ缶ドハマり中です。
いや遠かった336全部飲まれるかと思った。ビッグならまだこれで若干浮くんだけど。よし、絶対連チャン。ここはもうね、欲の皮をですね突っ張りに突っ張っても回そうと思う。ね、余裕かましてからいけないんだよな。今ボーナスからテンパってないのにテンパイをしたね。これビッグだろうね。まあこれで勝ったは勝ったな。まあ時間がなかったといえばそれまでなんだけど、いやここで減らしたくなかったよな。まあただまあこういうとこでね回した分が後々ね効いてきますんで、まあ、どっかで帰ってくるじゃないけど、まあそう思ってまああと下皿だけやっちゃおう。まあ、一応勝ちは勝ちなんだよね。それでも投資376枚で、まあ、まあ一応カードに470枚入れて、まあ、でまあもう下皿飲まれたらまあ終了っていう感じなんで、一応勝ちは勝ち。はい、最終14の18で128分の1。もったいないね、4108ゲーム悔しい。はい、悔しい。最近ジャガロスなんかそんなことばっかり言ってるような気がしますけど、一応プラスはプラスです。投資376枚の470枚回収なんで94枚かな買ってはいるんですけど、まあ1台目の、まあ、ファンキーはまあよく頑張ったかなというとこっすかね。まあ一応途中から一応前代狙いじゃないですけど、これ前代まであるんじゃないかっていう感じでまあ打ち続けてて、まあ結果あそこはまあそうっすね、まあよくやったんじゃないかなと思います。僕の後もまだおそらく僕の後打ってる方も前代見越しての、うん、粘り腰なんじゃないかと思うんですけど、まだね化け上がってきてないんですよ。ただまあ周り見てるとどうもなんか前代臭いなっていう感じで、だから化け上がってない台があの台ともう一台ぐらいで、他まあ割と綺麗に上がってて、まあ上突き抜けてる台も何台かありますし、うん、前代を予想してもバチが当たらないっていうような状況です。おそらく今日ガールズも前代ですね。ガールズは分かりやすい感じで、まあ3台ですけど上がってるんでは間違いないんじゃないかなっていう感じなんですけど、でまあ問題がだからシューマンいつも来てくれる凄腕のお兄さんに譲ってもらったスーパーミラクルジャグラーが結果300枚ぐらいは削られたかなあそこで。ただまあ内容的にはもう十分でしたよね。でね、そういう時にねなんか最近勝てないんですよね。勝てないというか、まあ今日なんかはまあ本当短い1時間半とかぐらいしか多分あの台回せないんで、1000ゲームぐらいか、まあしょうがないかなっていうのもあるんですけど、あれね長い時間打ってでもね俺あれ最近あげたいダメなんですよね。だからなんかその出さなきゃいけないとこで出せてない、でその出せなかった分がそうでもない台打った時になぜかねこう反動でいい方向に作用してたりとかっていうのがあるんで、なんだろうな、ちょっとなんか腑に落ちない感じではあるんですけど、もうちょっと勝てたかな、ね、ただまあ朝からたくさんお客さん来てて、でやっぱね分かってる人たちはもう朝からもう完全もう粘り腰の体勢で、なんか回数の上がり方もなんかちょっとやっぱここ手前の1ヶ月2ヶ月と変わってきてますよね。もう8000ゲームとか9000ゲームとかやっぱ回ってる台
ちらほら、ちらほらというか、そこかしこでお見受けできるような状況なんで、まあ、やっぱ売ってる人が分かってるっていうことだと思うんですよね。なんでその辺またこれからどんどん浸透していくんじゃないかと思うん で、それに乗じてお店も盛り上がってですね、より勝ちやすい状況になってくれると個人的には助かるという感じでございます。まあ、あの何はともあれですね、まあ、勝手に文句は言っちゃいけないんで間違いにもプラスということで、これはこれで次につながったと思ってですね、また次回頑張ろうと思います。またお会いしましょう。さよなら。